それでそのじゃあなぜですね詩を学べとか礼を学べとかって孔子は言ったんだろうかということを考えなければなりません。そのために孔子が一体そのどんなことを考えていたんだろう、孔子の基本はどんなことだったんだろう、そして詩を学べとか礼を学べっていう場合にちゃんと勉強してるんですが、その勉強は何だったんだろうということを考えなきゃなりません。詩の前に一体何を学んだんだろう。シロという孔子の弟子ですが、4を見てください。シロ、曰く。これ長いですけれども、エイの君、エイっていう国の君、王様、エイの君、死を待ちて祭りごとをなさば。エイの王様が死っていうのはあなた、孔子あなたを、まあ、待遇して、あなたを待ち受けて祭りごとをさせようとする。つまり、大臣にでもしようとするならば、死、まさに何をか先にせん。あなたはその時にまず何をなさいますか。例えば、皆さんのお考えになってください。皆さん、総理大臣になれ、なってくださいって頼まれたら、何をしますか。何かこの間の話聞いてると、選挙に勝つことをまずするというような感じでございましたね。何をするんだろうっていう時に、相変わらずその、改革なくして何とか、構造改革なくして何とかはなしって、スローガンは言ってましたけど、それでも一つのスローガンで。で、孔子に向かって、もし、A の殿様が、孔子を迎えて総理大臣にしようと、祭りごとをなさしめるとしたら、死はまさに、何をしますかと、弟子の城が聞くんですね。死曰く。必ずや、その次ね、死曰く、必ずや、名を正さんかとこう書いてある。名を正す。生命ですね。シャンミン。このことを、ほとんどの、孔子の論語の解釈書、ここのところをあまり引かないで、生命っていうのは何かっていうと、君臣の名分を正すことだっていうんです。君臣の名分を正す。君とはどういうものであるか、臣とはどういうものであるか、君臣の名分を正す。ですから、生命っていう時に、ほとんどの、論語の本は、最近はそうでもなくなってきましたけども、君臣の名分を正すこと。だから、君としたらどういうことをしていい、臣としたらどういうこと。それだけを言うんです。そうするとですね、もしそうなら、シロは喜んだかもしれないんです。シロは言う、言わ、これあるか、死のうなるやって言うんですね。うという字書いておきます。死のうなるや。二行目です。これあるかな、死のうなるや。これだから困るんですよ、先生はっていうの意味ですね。うっていうのはバカっていうことです。ですからね、孔子の、なんて言いますか、学園っていうのは、日本で考えられているような先生が何か言うと、はぁなんて聞いてるよ。そんなもんじゃないですね。いつでも反対言ったりするんです。で、シロは特に、年も取ってて割に、門弟の中では上の方でしたから、これだかなって言って、これあるかなって言うんで、これ、その、総理大臣にするって言ったら何をするんですかって、まず名を正すって。名っていうのは何かっていうとですね、これはどこの国でもそうなんですが、例えば、ラテン語では名前のことをノーメンって言います。英語ではタームって言う。まあ、ネームもありますけどもね、ネームでも構いません。ネームでも構いませんけども、ものの名称っていう時にネームを使うけど、タームっていうのを使います。そして、ノーメンとか、タームとかっていうのは何かっていうと、名詞とかね、そういう意味がありますよ。嘘だと思ったら、ネームの、英語を引いてごらんなさい。名称、名前っていうのもありますけど、名詞とかね、そういう意味がありますね。それで、その、ナーメンを正す。というのは何かっていうと、定義をはっきりする、テルミノロジーをはっきりさせる。それは本当にソクラテスと同じです。ソクラテスは、ね、オルトテースって言って正しくすること、名前を正しくすることということを言いますね。だから限界づけて正しくすること、ちゃんとそう言ってるんです。ですから今のなんて言いますか、
声明って言ったら君臣の名分を正すことだというふうに習ってる人が聞いたら、あのこれあるかななんて言わないだろうと思うんです。いや、えらいえらいとこう言うだろうと思うんです。ちゃんと白は知ってますから、まず定義から始めるなんて、総理大臣がですがって、それで死のうなるかなって、死のうなるやって、これだから困るんだ先生のバカさ加減にはと、こういうの意味ですね。うせえっていうのは私失敗したことあるんで、ちょっとこれはですね、あの川崎先生っていう私の中学の時の漢文の先生、よくお出来になる先生でした。その先生がですね、私が初中お見舞い出したら、あの川崎うせいってこう書いて返事を下すんですね。意地が悪いという意地が悪い。うせいっていうのはご自分で愚か者っていう意味で使う言葉なんだそうです。でも中学生知りませんからね、あこれは先生の号だと思ってね、次に年賀状に何て書いたか川崎うせい先生とか、僕は号を使ったんだから先生に褒められると思って先生は怒って、これがあの言葉知らない君はとかなって、お正月出てったらね、あの立たされましてね、僕は今道とかって言って、大抵くんっておっしゃる先生なんですが、怒った時呼び捨てて、今道とかって、はいって言って、立てとかなんで立つんだろうと思ってた、君はあの字を知らなすぎるって、何のために漢文勉強してるんだって、こっちは何のことか分かりませんでしょ、金河新年って書いてちゃんと書いたんだからと、君は川崎うせって書いてきたって言ったら、クラスの中でも分かる人いないから誰も笑わないんだ、誰も笑わないかとかって言って先生は怒りになって、教えなかったかななんて言って、うせえっていうのはバカ者という意味だって、それで自分は謙虚にそう書いたんです、こんなしちゃいかんって言われたことがあります。 ですから、あの今でも迂回っていう言葉がございますでしょ、あの遠回りしていくのを迂回って言います。それはあのバカが無駄な回り方をするときに迂回したとかって言うんです。ですから、まあこれはですから弟子の方はですね、先生はだからこれ遠回りするような薄のろバカ者、原理主義者とかっていう意味でしょうかね、なんでそれ、なんぞそれ正さん、だからなんで一体名前を正すなんていうこと定義から始めますか。そうするとまた死がいいんですよ、孔子がこんなこと言う人、死いわけですよ、嫌なるかな言うや、言うっていうのはこの白のあざなですね、さっき白魚が理っていうあざなだって、嫌なるかな、野蛮だな貴様はっていう意味です、野蛮だぞお前は。だからその弟子の方が薄のろめって言うと、先生の方が野蛮だとこう言うんですね。本当に長調発止の対話です。そして先生は続き、君子、君子はまあ分かりますね、立派な人間はその知らざるところにおいて気だし欠如なり、あの知らないことについては黙っているもんだってですね、バカ者めが何を言うか、こういう、これはね、あの外欠如っていう読み方もありますけど、まあ気だし欠如でよろしいでしょう。そしてその理由を説明する、な正しからざれば、な不正っていうのは、な正しからざれば、すなわちと読みます、この則はね、な正しからざれば、すなわち言従わず、言従わずって、読みますが、何のことかっていうと、定義がはっきりしていないと言葉が通じないっていう意味です。例えばあのなんか大きな宮殿を作ろうという時に、あの何でしょうかね、ノコギリを持ってきてくれって言って誰かが言うと、はいって言って、このノコギリじゃなくてカンナを持ってくるとね、もう削ってあるんだからこれ切るのノコギリだっていうことになる。でノコギリがノコギリって分かってなければ言が通じない。言通であれば、なんでことならず、仕事が成功しないって言う、ことならざれば礼学起こらずって書いてあります。ことが例えば今言ったように、あのカンナとかあのノコギリとかっていうのははっきり通じていなければ、それは中国なんかは大きな国でしたから、大きな宮殿を作るときにいろんな国からいろんな人が集まりますからね、ちゃんと言葉を正しておかなければならない。日本語でもそういうことはありますでしょ、あのいろんなところで方言で違いますから、
私は中学の時に東京からの山形県の鶴岡っていうところに父が転任したもんですから行きましてね、そうすると、まあ、パパママなんて言ったら殴られるようなところでしたね。古い田舎町ですから、今から50、60年前ですから、それは言っちゃいかんなとこう気がついたんで、父がなんて言ったら笑いましてね、ダダチャと言えって言うんです。父っていうのはダダチャ、お母さんのことはガガチャと言えですね。それなかなか言いにくいんですね、恥ずかしく、俺のダダチャはノーなんてなかなか言えなかった。それでいろいろ困ってたんですが、それでも君って言ったら映画の真似をするなって怒られて、それでそれを映画の真似すんななんて言うんですから、ちょっと初め聞き取れなかったんですがね、ああ映画の真似をするなって言ってるんだって、あ映画じゃないですか、カドの真似するなって言われたんです。カドって何のことかわからん、活動写真のことだったんですね。東京じゃもう映画って言ってたんですが、あそこじゃまだ活動写真、カドの真似するななんて言われて、やっぱりわからないから、だからそれも一つの例になりますね。そして今度はね、この私の両親というか父親が外国行かなきゃいけなくなったんですから、私はおじのうちに預けられることになって、そのおじが東京にいたんですけども、高知、土佐の高知の、この赤十字病院の院長を知ったんです、副院長を知ったんです、赤十字病院の院長になることになって、土佐の高知、せっかくこの君って言わないで、めお前っていうのをめって言うんですけどね、で君たちって目型とかって言ってて上手に言えるようになって、東北弁が、そしてこの土佐に移った時ですね、とにかくもう最初からおずおずしたらダメだってことはこの間山形で経験したんだから、こっちは目型って言ったらですね、今度向こうが大笑いして、どこの山猿だこれはとかって言うんで、土佐ではお主を名乗って、お主は君っていう代わりにね、だから東京は君でいいんですが、山形行ったら目になって、こっち行ったらお主はって、これ全部その名を正さなきゃダメですね。それで私英語が好きになったのはね、東京の中学でも IU、 それから山形でも IU、 そして山形の生徒はね、英語の時は東北弁にならない、ちゃんと言うって言うんですよ。だから土佐でもね、ちゃんと IU なんです。だからこんな優しい言葉はないと。でもなんかそう言うとね、田舎の中学の悪口言うように聞こえますけど、私を哲学者に仕立てたのは山形のね、鶴岡っていう小さな町の中学でしたね。そこの国語の先生が素晴らしい先生で、その論語を覚えろって言うんですね、国語の先生で。それから詩を覚えろって、ちょうど孔子が言うようですね、詩を覚えろと。そして面白い先生で、君の頭の中の、君たちの頭の中の記憶をきれいなものにしろって言うんですね。学校の電話番号なんか覚える必要ないって。そう言われるとね、私の頭の中にいろんな電話番号の記憶があって、それでホメロスだとかね、ウアジルなんかの記憶はないって言うと、先生が言った通りじゃないかと思うこともございますね。神田駅の南口で降りるんだっていうのも一つのいい記憶ですけど、そんな記憶ばっかりでしょう、我々の記憶っていうのは。それじゃダメなんです。まあそれはともかく、ここで言ってるの、ことがなら、言葉が通じなければことはできませんね。確かに大工さんがカンナ持ってこいっていうのに、棟梁がカンナ持ってこいっていう時に、例えばノコギリ持ってくればなかなか仕事はうまくいかない。それから特に部分品の名前を間違えたりしたら大変なことになります。ですから、ことならざれば、礼学を起こらずと書いてある。この礼学をここで思い出してください。仕事が成功した時のお祝いのお祭りはできないって言うんですよ。ね。そして、学っていうのがあるのは音楽ですが、典礼は必ず音楽を伴います。どんなところでも。典礼、そういう宗教に歌が伴う。キリスト教だけではありません。中国でもそうだったし、仏教でもそういうことありますでしょ。ある意味でお経なんかも一つのリズムのある音楽的なものありますし、
日本のお寺はあの音楽がなんか非常に鐘一つの単純なものになってますけども、あのそういういろんな国に行くとですね、いろんな音楽がありますから。で、礼楽を怒らざれば、これはいいんですよ。すなわち刑罰あたらず。礼楽が、つまりお祝いの大きなお祭りができない時にはただ失敗だけが残ってますから、誰かが責任取ってやめなきゃならない。原監督やめろとかですね、いろんなようになって、それでどうしてやめなきゃならないだろうと思う人も出てきますよね。だから刑罰当たらずっていうのは誰が罰せられるかわからない。刑罰当たらざれば、すなわち民、主足を置くところなしっていうの、手足をですね、伸び伸びと刺すことができない、こんなになってるんです。今度は俺の番だろうかっていうようになってくる。ゆえに、君子は、名付けて必ず言うべきなり。これを名付けて必ず言うべきなりっていうのは、この定義を決めてそれを言い続けなければならない。これを言えば必ず行うべきなり。君子その言において卑しくするところなきのみ。だから君子はまず言葉を正さなければならない。定義を正さなければならない。で、このことは非常に大事で、私どもが仮に学問の時にまず何から始めるかっていうと、論ずべき課題が例えば歴史だとすれば、歴史とは何かなんてことを決めたら初めから考えられませんが、歴史を課題として考えようと。しかしその前に、例えば記録とか、それから物語っていうのは、記録は記録、物語は物語っていうふうに区別して言おうとかですね、それから、文献、いろいろ文献があるけども、公式文書っていうのと、それから、普通の私文書って言いますかね、そういう日記類とは区別してかかっていこう。だから文献にこうあるって言っても、そのどの文献かっていうことをきちんと言わなきゃならないというふうにしていきます。ですから我々が何かこう政治上の談判をするときにも定義をきちんと決めてやっていかないといけないっていうこと、これは分かりますので、ですからこれは何かっていうと、私先ほど申し上げましたが、論理学の第一の規則ですね。定義をしっかり決めるってこと。ソクラテスでもそうでしたが、孔子でもそうです。